ようこそ、うん、ウエスキッチンへ。ウエスキッチンね。え、うん、何これ、怖いな。怖いって何作るん。ということでね、この始まりで、僕が料理を作っていきたいなと思う。いや、ウエスキの料理怖いよ。今日作りたいのがですね、何ですか、こちら。え、韓国で大人気ノグリという、まあ、インスタントラーメン。インスタントラーメンかい。僕は普段料理しないんですけど、今日これを作って淡路さんと福坂さんに食べさせたいと思う。なるほどね、まあ初心者だからね。料理していきたいな。まあ、インスタントこれエプロンもまた可愛いですね。あ、これは、ね、確かに福坂さんのお母さん手作りの。あ、オーダーメイドです。可愛いね、でもね。確かにサイズもぴったりで、いいですね、はい、お母さんが作った感じ。大切ですもんね。そうですね。いいですね。なんでちょっとまあ作っていきたいと思うんで。いや、不安ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。工程とか料理工程とか知ってんのかな、こいつ。大丈夫？まずですね、はい、このまあこれをまあ麺を茹でる前に、はい、この具材をこだわっていきたいと思うんで。具材をこだわる。まずこのキャベツ、おもやし。おを先に炒める作業から。なるほど、あ、いいじゃん。先に茹でるんじゃなくて炒める、はい、そうですね。結構こだわり持って炒めてるんで。まず最初にじゃあキャベツ切っていきます。キャベツをね、早速切っていきます。うわ、怖いな。これはおう、まず芯を切ればいいんだな。芯を切る、知ってるそれ。え、なになに、え、え、な、何してんのこれ。え、芯を取ります。それを芯だと思ってる。切り方も違いますよ。違いますよ、あれ芯じゃないですよ。え、おう、え、結構、うん、うん、めちゃくちゃ芯あるけど、どこ置いてんねん。キャブ合ってるんですかね、これ。合ってないね、切り方。細っ、細っ。え、何、千切り、千切り作ってんの、キャベツの。ちょっと待ってよ。え、こうか。うわぁ、すごいな、切り方細いって、キャベツが。え、何してんのそれ、ポン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 。何今の。いいんですかね。いいんですか。よくないだろ絶対。止めろよ誰か。淡路。美味しそうよ。大丈夫。美味しそうよって言ってるやんこいつ。止めろや。全部使わないでいいのかな。うわ。いや、どこ置いてんねんだからこれ。まあ全部入れます。具沢山のが美味しいんで。それうわさ。はい、バラバラの。うわ。いや、変な切り方。うわうわ、もうバラバラじゃん。うわ、もうそれはそうやるんだ。うわ、もう適当もいいとこだなこれ。みずみずしいですよ。いや、いくね、芯に入ってるよそれ。芯がみずみずしいって言ったし、食べてないのに。うわー、あー、でもまあ余すことなく言ってますけど。オッケー、オッケーかい。どこがブレてる。炒め物の香り付けなんで。ああ、ピントが重要です。ああ知ってるよ別に。確かこの言わなくても皮はね、切っていけば取れてく、自然と取れてくってね。えぇ、誰からやねん。どれぐらい入れていいかがちょっとわかんないんだよ。うわ、マジで。えぇ、あれあれって言ってるよ。切れないっす。え、うわ、え、大丈夫これ。皮混ざっちゃうよこれ。こうやって自然と。いやいや、剥いてるやん手で。皮が取れます。どこが自然に取れてんねん。自分で剥いてるやん皮。うわ、くせえ。くせえって言ってる、ニンニクを。この匂いが炒め物にいい味付けとなっていくことでしょう。ことでしょうってなんやねん。いやいやいや、皮が入ってる。皮ちょっと入れすぎかな。いや、入れすぎかじゃなくて、皮取らないと。3人前だからこれぐらいで。いや、大丈夫、まあ、ニンニクは多ければ多いほどいいと判断します、うん、誰が判断してんねん。
いい香りです、ね、いや皮入っちゃうよ。しますか。えな、食欲そそる。これが、ね、そそられてるけど淡路が。麺類、まあパスタとかにも入れますけど、はい、汁付きの麺に入れるってあんまり効かなくないですか。効くわ。入ってるわニンニク、汁付きの麺にも。いや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 、これ皮がめちゃくちゃ入ってるな、この感じだと。うわ最悪、めちゃくちゃ皮入ってる。大丈夫、下手って言ってるやん。まあ、それも味付けか。では早速野菜、皮のこと下手って言ってるやん、淡路は。いきます。カドヤのごま油。あ、まあ、それはいいんじゃない、ごま油で炒めるのは。フライパンが温まってきたらちょっとニンニクを入れます。なるほどね。よし、僕が切ったニンニクです。いらないよそれは。皮まみれのニンニク。ちょっと鼻詰まるな。だいぶパンチ効いて。何捨てたんだよ。捨てる味になりそう。何それ。まあまあこれはまあまあニンニクでキャベツとか。先にキャベツを入れていきます。よいしょ。キャベツは豪快だな。ちっちゃくなっていくんで。はいはい。もうちょい炒めてからあと半分入れていきます。全部入れるんだ。あ、塩コショウね。あ、それはいいんじゃない。うわ多いな。いい香りやね。いやキャパオーバーだって、うん、あまり炒めないようにします。そんながっつり。なんで入れていきます。いや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 、キャパよ。炒まるかこれ。いやいやいや、量がすごいな。見てる限りは、うん、お全然大丈夫ですか。美味しそう。だ昔美味しそうやん。どこがやね。和田アキ子さんが、うん、はいはい、CM で野菜ラーメンの CM してたんですよ。ああ、やってたね鍋 の、はいはいはい、あれうまそうじゃなかったですか。あれ最高にうまそうやった。家庭の味ね。ループします。いる今の。ループできてますね。何今の話。和田アキ子さんのやつうまそう。これだけで。いやまあまあ普通にね。入れるんかい。おいちゃんとね。まあすいません福坂さんの毛が。おい最悪や。福坂のロン毛が入った。終わり終わり。もうこのためもいらない。もういらないです。炒め物完了です。炒め物って言ってるけど、うん、麺を茹でていきたいと思います。どこに置いてんのこれは。ああまずあれテンパり始めたよ。水知らないのこいつ。インスタントラーメンの作り方も。なになにバタバタし始めてるな。あ水の分量ね。うわもう完全なるもう目分量でいくんだ。怖っ。大丈夫量。大事よ水の量は。うわめちゃくちゃ考えてる。うわめっちゃ考えてるな。合ってるこれ量。測れば書いてるでしょ袋の裏に。何その微調整。何それ。こぼれてるし。散々照らした後最後こぼれてたけど鍋の外に。ああ大丈夫。茹で上がったところで。茹で上がったって言ってる。ちょっと思いついたんですけどウインナー入れたいと思います。あなんでいいねな。いいねじゃないわ。いいねあるかい。ちょっともうこのまま。え、うわすごいな。え、なんで多いな。多い多い多いな。何してんのこれ。まあ食べるもんね、はい、お前。いや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 、インスタントラーメンじゃないの。これ気持ち悪 いと思うんですよ、ね、気持ち悪い絵が。なんでダメを入れたら。あ、卵も入れていきたいんですけど。今順番をどこに置こうとしてんのそれ。頭抱えてるやん。これ入れたら5分しかないんですよ時間が。あ、それはわかるんだ。オッケー行くんだ。え、ある大丈夫。うわうわうわ、あれえ、どうすんの。携帯
ちろん、はい、いや、ゆでお湯に当たってないよ2個目が。やばいやばい、2個目ゆでれてる。その2個目は、うわ意味わからん、意味わからんことしてる。何これ、マジでやばいぞこれ。うわ何これ、何を見せられてんの今。水気がなくなってますよ、水分が。これであと3分、水分飛んでるよ。麺が柔らかくなるの待って。いや3分半じゃないや、硬いとこあるよめちゃくちゃ。で上から卵入れて、これは茹で上がってるんですか。はい淡路も不安になってるけど、うちのやつは確かに。いやでももう5分ぐらいやってたんで大丈夫です。どういう計算なのそのお前の中で5分とか3分半とか。ちょっと今水少ないじゃないですか、うん、少ないよね見るからにね。結果その油麺みたいになっても美味しそうじゃないですか。油麺絶対大丈夫なんで、ちょっとだけ水足していいですか。水は足した方がいいよ、絶対。淡路飽きてないこれな。もちろんですって言ってるけど、止めろよ淡路が。もっと、あめっちゃ硬いっす。めっちゃ硬いんかい。うわだいぶ汚ねえ、ね、何これ。すごいすごい、あもう全部入れちゃうここに。こう何すかこれ。ちょ何作ろうとしてんの今こいつは。昆布っすか。水ないよほぼ。ウインナーじゃんもう。辛そうっすねこれ。ウインナー食えよもう。いい感じいい感じ。焼きそばこれ。卵入れます。韓国風焼きそばですかこれは。卵入れんの今。やばい、ああアラームが。弱火にして大慌てじゃん。どこで割ってんねん。殻入っちゃわないそれ。うわすごいな。うわすごっ。チキンラーメンっぽくて。ラーメンをラーメン例えるな。やっべうわあでもうまいのかなこれもしかしたら。ちょっとまあなんかちょっとうまそうだな。全部乗っけないです。なんで乗っけろよ全部。野菜てんこ盛りのぐりラーメン完成です。いやちょっとうまそうか。できました。汁なしのね。できたよご飯。ありがとうございます。やべ声ちっちゃいなこいつ。大丈夫。まあ茶足。茶足って言ってる。食べてください。なんだ茶足って。いただきます。どうぞどうぞ。みんなもまあでも男の飯だな。ワインで福坂ワイン飲んでるやん。おかしくなってあでもいいですね。いや顔福坂の顔めちゃくちゃ顔しかめてたな今。麺ね、いやもううまかった。あれでもちょっとうまそう。ちょっとうまそう。やば何変なもん入れてないじゃん。入れてないです。いやと変なもん入れてなかった確かに。ああめっちゃうまいいやうまいんかい。うまいんかい。いやうまそうだな確かに。なるほどね。おうどう。淡路はうまいって言ってるな。あでも福坂も野菜のシャキシャキもいいって言ってる。おいしい。うまっ。うまいんだ。へ、うん、えー。確か工程はぐちゃぐちゃだったけど。麺すごいもちもちしてる。麺ももちもちしてる。水少なかったの逆に構成した。あの全員米食ってるからウインナーしか食べてないけど。大丈夫。危ないですね。ウインナーで飯行ってるけど。食べてみる。全然大丈夫。これでもちょっと食べ過ぎたらあれやな大島さんの分とかなんかも。ああ俺の心配もしてくれてんの。うん。ああ。好きじゃないですか辛いの。うん、ああ辛いの。あそうだね。まあでも俺これ結果食べてないけどね。結構やん残ってなかったけど。作ってる。あそう。でも食べてた。やらかしてたよ。うんめちゃくちゃうまい。うまいよな。あとこれ芯めちゃくちゃ入ってるからな上杉の。最初芯取りますって言ってたけど。あんま好きじゃないの。なやそれ。飲んでたやん。なんで飲んだんだよワイン。雰囲気って。合ってねえよだから。この韓国の麺とワイン。なやお前
ですか。お前がこうやってみんなに料理振る舞うのが初めてやから、はい、あ、そういうこと、そうかもな、なんかすごい雰囲気出そうとして、あ、そういうこと、ね、合ってないけどな、別に思ってはないって。これ淡路あれだな、レイカーズ意識してんな、これ黄色と紫なんか見たんだろうね、 NBA 食べながら入れた、なんで、いや、それはほんまになんでえ、どういうこと、今何が起きてた、1回に俺2つ食べかけのウインナーが入ってたの鍋に意味わからん、理由意味わからん、ブドウの濃いやつって、なんかポリフェノール入ってるみたいな、あ、赤ワインね、あ、体にいいからって、なんか前もあ、そうなんだ、部屋片付けろお前は、ええから、ワインのポリフェノールじゃなくて、うん、飲んでみれば、横になって寝ろお前は、めちゃめちゃ飲みやすいよこれ、普通のワインか、赤玉とか好きじゃん、赤玉なんか、あ、赤玉パンチね、ワインというかリキュールみたいな感じなんだよ、ああそうか、お、誰も分かってないやんけ鼻噛むな今、俺も噛んだけど、これは1000円ちょいぐらいで、え、ウイスキー赤ワイン飲んでるやん、飲めないでしょ、3400円で、あれでも意外と珍しいね、お前がウイスキーが赤ワイン飲むのどこでハックシャミしてんねん、ね、こいつ自分苦手は苦手だから、その顔なんだけど、ほこりまみれなんかこの部屋、うわすごい、海賊の実、海賊ワイン、一人でそのどうでもよく作って、まあ、ちょっと俺なったことないんですよ、はい、飯大体まずくなりますけどね、いやいや、ウエスキーなんかだって何食ってもうまいって言うんだから、そりゃそうだろう、めちゃくちゃ褒めてるやん、めっちゃ褒めてる、あの人って、あれ、うん、俺のこと言ってんの、え、大島さん召し上がれ、汚ねえな、おい、来たね、猫の餌かこれ、誰がた、どこ食べんねんこれはい、以上ですかね、まあまあまあ、これ結果僕も結果食べてないですからね、これはまあでもちょっと、まあ上杉キッチン、まあ、上杉キッチンか、まあちょっと面白かったんで、まあまた今度はインスタントじゃなくて、なんかちょっともっと普通の料理ちょっと作ってもらおうかなと思っております、はい、ということで以上になります、ちょっと鼻声ですいませんでした、ありがとうございました。